はい、どうもこちら、トンでございます。ただいまですね、10月12日の午後3時ぐらいですかね。今から九州へ向いてね、出発するんですけどね。いやー、曇り空ですよ。週末までは天気持つ予定なんですけどね、日曜日ぐらいから雨になるかな。今回の旅はいろんなね、初めてがあって、ドキドキと不安がすごい入り混じってるんですけどね、全てを楽しんでやるつもりで行ってまいります。それでは GO! いよいよ鈴鹿出発ですよ。で、今から向かうのが大阪の南港。南港からね、まずはフェリーを乗りますっていうことで、名門太陽フェリーさんにね、お世話になります。宮の浦までね、どうやって行こうかめちゃめちゃ悩んだんですよ。で、まずは飛行機のルートやと、飛行機を手配して福岡からね、レンタカー借りやなあかんのですよね。レンタカープラス荷物をね、往復でこう送らなきゃいけないじゃないですか。自分のね、体は飛行機でね、格安航空、まあジェットスターとかで行けば安いんですけど、荷物がね、自分の、ジェットスター代より高くつくそうなんですよね。プラス、レンタカーですよね。そうやって考えるとね、なんか時間もね、やっぱり縛られるし、結構な金額いきそうやったんでね。それと、オール自走、全て車で行くパターン、全て車で行くパターンやと、まあ一番安いと思ったんですけどね。お、もうじきね、ぼつ焼きの三崎屋が、あ、今ね、ここです。鈴鹿名物、鈴鹿名物の元祖ぼつ焼き三崎屋さんですよ、超有名。で、何やったっけ、あ、そうそうそう、そう、オール自走で、行こうとすると、高速代とガソリン代で行けますよね。ただね、片道1000キロ以上あるんですよ。で、今回僕一人旅なんで、まあ言うてみるとね、値段がね、片道2万円ぐらい計算したら、プラス15時間ぐらいね、運転しっぱなしなんですよ。さすがにしんどいなと思って、ちょっと考えたんですけどね、まずオール自走で行こうと思って、それはね、パスしました。一番時間に縛られやんし、安いし、ええと思ったんですけどね。3つ目がね、フェリー、自走プラスフェリー。今回そのルートを選んだんですけど、それがなぜいいかっていうとですね、大阪南港から福岡の新門司までですね、フェリーで2万円ぐらいなんですよね。2万円ちょっとかな、で行けるんですよ。プラス、まあ、そっからね、自走になるんですけど、それがいい点っていうのが、フェリーってね、めちゃめちゃ楽なんですよね。で、動画の編集もできるし、ゆっくりね、くつろぐこともできるし、そういった時間が欲しかったのと、あとね、大阪から福岡まで2万円やったら、まあ、高速とね、ガソリン代考えたら大して変わらんのっちゃうんかなと思って、そういうルートをね、今回選びました。で、今から向かう WFG っていうのは、右方向 1km 先、レベル3ステルス式移動オービスエリアです。オービスがあるそうです。WFG っていうのは通常ね、2日間やるんですよ。初日が4人対戦のリーグ戦で1人勝ち抜けで、で2日目が、トーナメントで、ステージの方が長崎県の平戸の、宮の浦が、舞台となります。でですね、2日目のトーナメントっていうのは五島列島へね、移動してやるような感じですね。あんまりプラクティスやる方とか、あと2日目釣りする方とかいらっしゃらないと思うんですけどね、まあ、できる限りで、カメラを回していこうかなと思いますので、続編もね、ぜひお楽しみに。これやな、これを曲がると
阪南港フェリーターミナル。あ、あかんあかんあかん、信号あかん。この付近中近終点エリアです。来ました、ただいまの時刻5時17分、到着しました。3時ぐらいに鈴鹿を出発して大阪の、南港まで2時間ちょっとですね。よう間違わんと来れたな。来れましたね。とりあえず4番のフェリーターミナルかな、行ってみましょう。新文字行き、ここや。全然わからん。あ、これやな、これやな。新文字行き、乗用車バイク待機場。こんにちは。あ、そうですそうです。はい、じゃあ QR また乗船前確認しますんで。これって僕初めてで分かんないんですけど、はいはい、なんかね、帰りはあのサイトでやったんやけど、はい、これ多分旅行会社を、あ、こっちからの便はまだじゃあ予約だけってことですかね。旅行会社を通じてやってるんですよ。それでこれってなんかどっかで手続きするの？5時半に窓口が開きますんでね、はい、そこがあの1階がロータリーの窓口になるんです、はいはい、で、あの車検証だけも念のため持って行ってもらって、はい、その旨をお伝えいただきましたら、はいはい、あの19時50分からの分はあの発券できますので。あ、そういうことですね、はい、で乗船が、ね、6時半頃になりますから、あ、はい、6時半までお車でお待ちいただいても結構ですし、中でお待ちいただいても。あ、じゃあ大体6時半ぐらい目安に戻ってきとってください。車で向こうが5時半、5時半です。5時半で手続きして6時半 で6時半にお車には戻ってきとってください。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。先頭の、ね、オレンジラインで止めてください。はい、はい、どうぞ。ということで無事到着しました。よかった、ついて。さあ、いよいよ乗り込みますよ。ただいまの時刻が18時50分。確認さんが誘導してくれてます。左、こっちか。上、上か。お、来ましたよ。でかー、めっちゃいいな。お、いよいよ乗り込みます。でかっ、ちょっとテンション上がるなこれ。めちゃくちゃでかいっすよこの船。おお、結構急な坂がありますね。いけるかなこの車庫段に。この車高下がった車で行けるかな。雨どおりだが段差やばそうやな。おお、あ、でもちゃんと緩やかなスロープ作ってくれてますね。ゆっくり行きましょう、ゆっくり行けるか。よし、ゴー。かなり急な坂っすよこれ。車庫端の車には優しくないっすね。そんなに行く？
おお、着いた。というわけでですね、着きましたよ、フェリーの中へ。めちゃめちゃ広いな。夜景が綺麗ですわ、大阪の夜景。めちゃめちゃ広いですよ。出発まではもうちょっと時間あるんでね、ゆっくりしましょうか。ゆっくり。ちょっとね、お風呂入ってこようかな。お風呂こっちっすね。ちょっとこっから先はね、撮影できないんでね。いい風呂でした。船が動いてるんでね、外が見えるんですよ。で、外の景色を見ながらね、お風呂に入れるっていう、いやいいお風呂でした。よいしょ。船が大きいんでね、あんまり揺れやへんしね、いいっすね。で、お風呂が、12時までっていうことなんで、今8時なんですけど、ちょっとね、あのパソコンとかいじっとったんですけどね、急いでお風呂入りに行きました。この後ご飯をね、食べに行きたいと思います。さあ、ご飯行くよ、ご飯。はい、ありがとうございます。ビンビールもらえます？はい、アサヒとキリンどちらにされますか？アサヒで。アサヒですね。はい。会計530円になります。お願いいたします。これあのおかわりの時って一回一回ここに買いに来たらいいですか？そうですね。あ、わかりました。1000円お預かりいたします。レシートご利用ください。あ、いらないです。ありがとう。いただきますっていうことでね、料理取りに行くときはマスクして、ね、手袋もちゃんとしてたんだよね。やっぱビールって最高っすよね。ビンチョウマグロの刺身ですね。
これがね、多分冷凍だと思うんですけど、結構ね、美味しいんですよ。食べ放題なんでね、結構いっぱい取ってきちゃいました。で、今つまんでるのがですね、鶏のですね、なんかバジルと塩でなんか炒めたような、そういう料理ですね。手前にあるのが、ハンバーグですね。キノコのクリームハンバーグかな。で、速攻これ飲んじゃったっていうやつですね。2本目、ペース早いんすよ。喉乾いとったんでね、めちゃめちゃペース早いです。そしてね、3杯目はね、生ビール挑戦してみました。自分でグラスを取ってセットして、でコインを入れてボタンを押すみたいな、そういう感じですね。これね、すごいんですよ。ビールつくじゃないですか。ちょっと見とってほしいんですけどね、こっからね、泡が出るんですよ。ほら、泡が出ましたっていうことで、これで美味しい生ビール完成と。そういう感じですね。はい、これ塩焼きそばですね。で、たこ焼きとか、あと焼きカレーとか、あとサンマとかね、いろいろ追加で持ってきてます。ラウンド3です。この後ね、結構ラウンド増えてたんですけど、もう取ってないですけどね。かなり、初日飲みました。で、またピッチョーマグロですね。何回食ってもうなずいております。ピッチョーマグロ、で、ごちそうさまですね。ごちそうさまでした。もうね、閉店時間まで、ね、きっちり、ね、きっちり飲みました。ごちそうさま。一部屋飲みね、お酒入るとね、長いんですよ。ダメですね。売店ですね。売店コーナーでちょっと物色しに行ってます。博多のお土産麺兵衛が売ってますね。これ本当言うとね、僕明月堂のお菓子が欲しくて探しに行ったんですけどね、ミッキーちゃんで有名な明月堂探しに行ったんですけどね、売ってませんでしたね。すいません。あ、大丈夫です。はい、ちなみにこのフェリーの中では、クレジットカードとか、あとポイント決済使えないんで、全て現金で、大丈夫です、決済することになりますので、ありがとう。絶対財布は持っていかんとね、中で買い物ができませんので、ね、ご注意ください。お、ゲーセンあれ、うわー、ドレックス取り放題。チャグラだ。グッラック。ただいまの時刻は9時50分、9時50分ですね。場所的には淡路島を通り過ぎて、小豆島の手前ぐらいですね。明日の朝には九州着きます。ということで飲んでいきましょうか。さっきまで飲んどったんですけどね。
また飲むんかいっていう感じする。とりあえずいただきます。明日の予定なんですけど、明日が10月の13日木曜日ということで、まず明日の朝に新文字っていうところに着きます。でですね、明日の朝その新文字に着いて、お昼からですね、お世話になってる釣り券さんに、訪問しようかなと思ってます。ということで釣り券さんへ会社訪問する前にですね、一件ですね寄りたいところがありましてですね、それが頑固門っていうお店なんですよ。ご存知ですか、頑固門。とりあえず僕福岡行ったらですね、ラーメンツアーをいつもやってるんですけど、だいたい5軒から6軒ぐらい回るんですけど、頑固門っていうところ初めてなんですよ。というのもですね、釣り県のお世話になってる松田さん、松枝さんにとりあえず福岡へ行ったらラーメンが食べたいですと、でラーメン食べたいんですけど豚骨縛りでと、豚骨に縛りますと、そういう話をさせてもらったんですよ。そしたらですね、このお店を、おすすめいただいたんでですね、ちょっと楽しみにしてるんですけどね、ぜひねこの、ドトンコツっていう頑固門さんへ、ね、行ってみたいと思います。とりあえず、今日はこのまま飲み明かしてですね、飲み明かしたらあかんか、ちょっと早めにね、お休みするんですけど、明日の朝ですね、また移動を繰り返してですね、撮影していきたいと思います。 WFG の旅初日っていうことでですね、まずは移動日っていうことでね、動画を撮らさせてもらいました。よろしかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではね、明日も明後日もその次もどんどん続いていきますんでね、ぜひこのままね、継続して見ていただければよろしくお願いします。それではバイバイ。筆で塗るのもあるんですけど、こう漬け込んで、まず漬け込んでるんですか。そうです、漬け込んで、下で作ってる。なんか印ついてます。そう、これが生線引きって言って、要は緑を塗らなきゃいけないんで、緑をどの線まで塗るかっていう目安の線をつけないといけない。はい。でこれもまあちょっと自社で独自の、機械というかジグというか、はい、生線引きのジグを作って。つけてます。でその状態で、こういう感じで緑を下に塗るって感じ。手塗りなんですね。もちろんそうです。すごい。これ物によっていろいろ違うんですけど、そのスプレーしたりするのもあります。でもやっぱりこのクラスは手でやるんですね。 WFG 競技委員長です。
シン君博士みたいな。シンさん、お疲れ様です。お疲れです。撮影させていただきます。ダブル富士競技委員長さん。よろしくお願いします。今日はね、あの工場長の姿を。博士、博士。まあ、そんな感じで。頭がもちゃもちゃになってない。めちゃめちゃ博士っぽい。